バフタンカヒッゼは、旧ソレングルジア出身の作曲家、指揮者、トビリシの生まれ。6歳からピアノを始め、モスクワ音楽院に進学して、合唱式を学んだ後、ニコライ・シデルニコフに作曲、エディソン・デニソフに、還元落法を学んだ。1988年からは父ジャンスクに指揮法を学び、1989年に、トビリシ国立歌劇場で、 自作のバレエ音楽、アマゾンを指揮して、デビューを飾った。1993年からの指揮者陣に加わり、父が死去後は、飛びりし公共楽団の主席指揮者の任を引き継ぎ、父の名前を冠した芸術センターの芸術監督となった。2018年には、飛びりしから名誉市民の称号を贈られた。 コックハイズミュージックセンター2015年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年12月15日閲覧2019年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年5月30日閲覧ありがとうございます